ティチャンネルスターティン。はい、はい、本日はですね、はい、早速ですよ、はい、千葉県からお越しの、はい、八尾九輪さん、はい、はい、影前さん、はい、またね、今回の車両はね、うん、さとみちゃん、うん、以前動画出てますからね、うん、その方からのご紹介になります。はい、はい、オペレーターさんともにご登場願います。はい、はい、じゃあどうぞ二方お願いします。はい、チップスタッフ、チップスタッフ、肉食べたい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 、ありがとうございます。はい、オペさん真ん中の方がいいかな。うん、はい、オペさん真ん中じゃないの。そうだね。はい、はい、はい、何。いや、止めてないよ、止めてない、止めてない、うん、うん、あ、ありがとうございます。はい、はい、福岡になります。はい、よろしくお願いします。ご紹介いただきました、さとみちゃん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、本日はこのメンバーでね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速愛車の方ご紹介お願いします。お願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあ正面からでいいですか。この入れ立ちすごいよね、派手だよね。はい、ご自慢のポイントはバイザーですか。バイザー、はい、じゃあちょっと寄らせてもらっちゃいますね。あ、すごいですね。はい、まあ、カニ団で、はい、へー、あ、見ら、ミラーステアもすごいですね。ああ、これはどちらで。これは丸井商会さん。へえ、ご自分で。そうです、もう制作から。あ、そうです、そうです。ほら、へえ、制作から支払いも自分で。そうですね、自分で。あ、これはオーダーされたものなんですか。そうですね。へえ、あ、すげえ、へえ、あ、にぎやかっすね、仲間にぎやかっすね。うん、バスマークもしっかりと。はい、あ、グリランドもね、立派ですよ。うん、派手ですね。あ、いいっすね、これお化け。いいなあ。これナンバーワーク鱗っすか。そうですね。あ、すげえ、へえ、これ大型用じゃないですか。いや、中型、中型サイズですね。中に血直ってる。うん、あ、いいっすね。はい、自分で。あ、そうです。へえ、今ですから、ね、今、え、え、え、今を駆け抜けろ。あ、本当だ、あ、本当だ、振り仮名振ってあるんですね。あ、本当だ、へえ、あ、これケースも鱗なんですね。そうですね。あ、すげえ、なんだろう、ハートマジックさんで作られたんですね。そうです。へえ、いいっすね。はい、じゃあ、どうしよう、どちら側から。運転席側の方がいいんじゃない。運転席側から、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ運転席側お願いします。はい。隠れちゃってんや、隠れちゃってんじゃん。はい、さっきのね、出来合いがもっと欲しいなって。肉食べたいですよ。なるほどね。うん、これなんで肉肉って振ってるか、俺ちょっと見てもらった方がいいよね。ここだよね。ここなんですよね。ここだよね。うん、ね、最高です。うん、これいいですね。肉食べたいです。これどちらで。これドンキさんで。ああ、そうなんだ、ドンキさんで。はい、表だけじゃないですよね、それね。うん、はい、あ、裏側にもなんとかたんの、これ。人のお金で
肉食べたい。あいっすね。あいっすね。あらだす。本当に。すいません。あんまり詮索された人はない。ちょっと。はい、じゃあお車の方戻りましょう。はい、お願いします。これ独特ですよね。これマルチさんですか。これ。あ、そうですね。あ、すごいな。うん。すごいね。はい、あ、安全窓もね。安全窓っていうか、の寝台窓。死んだからね、4個目、うん、ショップで売ってたものを買ったものなんで、どこで作られたものか。なるほど。あ、なるほど。死んだよ、入って。フェンダーもすごいね。ね、うん、これフェンダー作りですか。これでベースは中古で買った車なんですよ。で、初めからそことサイドバンパーとフェンダー、リアバンパーは入ってた。あ、そうなんですね。へー、あ、すごいですね。はい、うん、じゃあボディが行っちゃっていいですか。はい、サイドバンパーごついっすね。うん、これも最初からで。へえ、すごいっすね。ラッパーも最初から。ラッパー自分で後から。あ、自分で後から。なるほど。へえ、すげえな、マジで。あ、ウインカーもね、黄色で、ねえ、いいっすね。うん、うん、その肉の文字何色ですか。これ金じゃん。金なんですね。黄色ではないんですよ。黄色ではないですね。黄色が良かったですね、これね、なんかノリ的に ね。すいません。ね。肉食べたいですね。肉食べたいです。あら、それで。はい。あそこ洒落てる例なんかね。まどめ入れっぽいんですけど。へえ。何、あの絵がいっぱい描かれてる。なんだろう、あれ壁画みたいな絵がね。エジプト柄ですよ。へえ。ちょっと。いい、撮らしてもらって。邪魔なんだけど。へえ、あ、本当だ、すげえ。ワドメ入れなんですけど、僕が持ってるワドメはもっとでかくて入らないんで。そうなんですね。結構奥まったとこですもんね。しかもね、大変ですね。撮るとき腹がつかかって。そうですね、つかますよね。あ、わかります、それ気持ち。気持ちわかります、本当に。肉食べたい。肉だ。すいません。もう肉食べたい。もう終わらせ。もう肉いきますよ。もうここで、ここでしましょうか。はい、すいません。はい。店長さん、好きなね、工場マーサー。あ、本当だ。うん。ね。いいよね。これはご自身で追加されたんですか。やっぱり黄色で。あ、そうですね。黄色大好き。黄色ですね。なるほど。肉食べたい。肉食べたい。あ、肉食べたい。いいですね。ありがとうございます。あ、お、なんか何これ、ミサイルみたいなの。最近見るね、これ。なんかね、なんだろう。これは報告箱です。これはご自身で。これは初めからです。これも初めからです。あ、すごいっすね。何これね、報告箱。中ね、気になっちゃうけどね。ぐちゃぐちゃなんで。はい、やめましょう。はい、はい、じゃあ後ろ目お願いします。すごいよね。うん。これメッキの姉妹だなんですか。どうなんでしょうね。すごいっすよね。光り方がね。尋常じゃないよ。リアバンパーもこう作って。ここがなんかちゃんとしてっていうか。あ、本当。これ当て受けて。ね。これは。完全に前のオーナーさんが。ありがとうございます。はい。全くわかりません。ああ、そういうことなんですね。すごいっすね、でもね、ここまで全てなんてね。へえ。あかんのもね。ね。こちらは何かね、予定があるそうで。そうですね。オペレーターさんがね。え？肉食べた。あ、肉の絵を入れる。いや、肉の絵は入れないと。かな。あ、なるほど。あ、なるほど。もう大体構想は決まってるんですか。そうですね。へえ。氷がまだ来ないっていう。あ、なるほど。ああ、もうそれ次第でゴーなんですね。へえ。あ、素晴らしい。楽しみですね、どんな映画入るね。え、楽しみですね。はい、はい。助手席側いいかな、へっかな、行っちゃって。はい、お願いします。これね、すごいですね。どちらで書かれてるんですか。これは茨城
丸見工芸さん。丸見工芸さん。あ、そうか、そこに貼ってありますもんね。へえ、そういうことなんですね。俺さ、向こう側でもさ、軽く振ってたんだけどさ、うん、これ大きいっすね、これ星マーカー特大ってやつですね。ねえ、これいいっすね。これは、検討はします、しますね。へえ、これご自身で。もともと緑のレンズでついてたんですよね。はいはいはい。で、電気もつかない状態だったんで、ええ、またもうベースから新しいの買って。あ、なるほど。へえ、あ、いいっすね。ありがとうございます。うん、なんか作ってますよね、見えたんですけど。あ、網目に見えねえ。あ、本当だ。あ、すげえ、すごい細かいっすね。そうですね。うん、完全に一言だもんね、もうね、肉食べたい。ありがとうございます。はい、立派だよね、フェンダーね。すごいな、これ最初からって羨ましいっすね。羨ましいね。ねえ、すごいな、うん、へえ、あ、燃料タンクもね、ビカビカじゃないですか。焼いてるな。うん、だいぶ手入れされてますか。つい最近ハイトレール、あ、かけたばっかりですか。あー、素晴らしい。はい、本当の話です。本当です、本当ですね。本当ですね。これはね、嘘つけしてるからね。そうそう、旦那さんがやったとかじゃないですよね。旦那さんね、大丈夫ですか。ねえ、これ旦那さん、ねえ、全くねえ、違いますね。ねえ、いません。いません。旦那さんいませんか。いません。大丈夫ですか。とりあえず大丈夫ですか。肉です。肉食べたい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、旦那さんがやったからすげえ綺麗だよね。はい、これはね、ありがとうございます。はい、神社に長いと。あ、すげえ、この何、この持ち手っちゅうかさ、キャブのねえ。あ、これも最初からですか。最初からです。すごいな。これもともと作られた方相当凝ってますよね。ねえ、うん、細かいところまで。かわいい。かわいい。補強するのにボルトがあるんですよ、ここ。うんうんうん。でボルト隠す何かないかなと思って探したら、あのナンバーボルトの上に貼る肉球があって。うん。ちょんちょん。触ってもいいですか。どうぞ。プニプニと。プニプニしてます。あ、なるほど。ちょんちょんで登って寝たっていう話になって、うん、ああ、いや、一応物語になってるんですね、うん、ここね。あのね、うん、猫ちゃん大好きなんですよ。ああ、そうなんです ね、 ね、うん、保護猫をね、うん、もうたくさん。あ、そうなんですか。そうなんです。へえ、ねえ、あ、すごい。肉食べたい。あ、肉、あ、肉食べたい。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあキャブがお願いします。はい、うん、すごいな、これ一年。あ、ほんとだ。やっちゃいけないやつだ、これ。そうなんですか。ほんとに。うん、なってるもん、これ見て。これ追加されたんですか、これ。あ、そうですね。ねえ、へえ、すげえ。うん、ねえ、豪華だよね。ゴージャス。肉をこれからちょっと車内見せてほしいな。あ、そうですか。うん、じゃあどうぞ。なんでいいですか、じゃあ開けさせてもらいますよ。何このグダグダな下り。どうしたらいいの。お、すげえ、マジ。あれ、これすごいじゃないですか。これはご自身で。これはいいですか、これ写しちゃって。先輩ですかね、僕の尊敬する宮本先輩っていう方が、はい、作ってくれました。へえ、あ、そうなんですか。うわ、すげえ。うん、あー、じゃあその宮本さんのハンドメイドで。そうですね。プロの方なんですか。いや、運転手で、同じ会社の運転手なんです。お、マジっすか。すげえ。うわー、これすごいですね。あ、ここもしっかりラップとかが入ってますね。ねえ、お手玉。お手玉何が入ってる。ちゃんと開くようになってる。ラップです。ラップが。へえ、ここはなんか、これなんか煙が出てくると思う。ないですね。ただ乗っけてあるだけなんですよ。かぶせてある。すぐにバラせる。へえ、うちのコートになってて横になれちゃうっていう。あ、なります。あ、すごいですね。わあ、綺麗。焼き肉ができないね、これね。焼き肉はやばいね。うん、ありがとうございます。素晴らしい。これはすごい。ありがとうございます。はい、じゃあ照明お願いします。はい、じゃあ今日はありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ヤオキミューさん、はい、はい、素敵でした。はい、ありがとうございます。禁止ですよ。はい、はい、で、ここですね、うん、無茶振りしたいと思います。はい、はい、各関係者が、うん、会社さんの方にどうなるそうで、あ、お願いします。はい、高中社長をはじめ、はい、根本専務、はい、いつもお世話になっております。あ、はい、これからも温かい目で、はい、よろしくお願いします。あ、いいですね。はい、ね、気になってることがね、一つあるそうですよ。はい、タイヤワックス、はい、ムラになっちゃうんです。あ、おー、なるほど。ムラになっちゃうの、今日ムラ、ね、うん、になってる、うん、ぜひね、詳しい方持ってこいの人がね、カミちゃんだね、カミちゃんね、あそこに出てるね、そこに出てるね、大学職人、ね、はい、あの、ぜひやってもらいたいと。あ、なるほど、はい、はい、お金は払えないけど、僕は払うと。あ、なるほど、そういうことですね。はい、はい、現物支給で、はい、はい、お肉大好き、はい、健康君、はい、ビレーになります。よろしくお願いします。ありがとうございました。資料は禁止ですよ。はい、お父ちゃんもありがとう。はい、ありがとうございます。あ、いいね、いいね、いいね。